はい、札幌市立の慢性腰痛専門整体院さつき院長の川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も腰痛のお悩みの新たに腰痛改善のヒントやアイデアをお届けしていこうと思います。はい、今日はですね、ちょっと私服で撮ってみました。まあ私服がどうとかそういったクレームはやめてください。ちょっと傷つきますので、はい、そこだけちょっと注意してください。ちょっとバタバタしてて、まあ今日ちょっと私服で撮ってみようかなっていうところで、まあたまにはいいのかなっていうところですね、撮らせてもらってます。狭窄症の話もう少しだけさせていただこうかなと思ってて、特にね、多い患者さんのお話も交えながらちょっとしていこうかなと思います。前回ですね、何話してたかちょっと忘れたんですけども、狭窄症の方、朝痛いおばあちゃんの話をちょっと触れたと思うんですけど、今日これについて、朝痛い方、朝痛い、ところはどういったことが体で起きているのかなっていうところをちょっとお伝えさせていただきます。狭窄症以外の方でも、やっぱり腰痛の方って、朝痛い方って多いと思うんですね。朝痛いってお悩みのお持ちの方ってすごく多いんですけれども、それがどういったことで起きているのかっていうところをちょっとお話しさせていただきます。前回そうだ、首のお話をしてたんですね。首のお話をしてて、その時のつながりでちょっと今日もお話しさせていただこうかなと思います。はい、やっていきましょう。ではですね、朝痛いっていうことに関して言うと、体で何が起きているのかなっていうところをまずちょっと知っていただきたい、知っていただきたいんですね。朝痛いってことに関して言うと、まずね、何が起きてるかというと、夜何か起きてるってことなんですね。夜何かある、それはそうですよね。朝痛いっていうことは夜に何か体に起きてるっていうことなんですね。じゃあ何が起きてるのかっていうところを今日はちょっとお伝えさせていただこうかなと思います。まず一番大きいのは寝返りです。寝てると寝返りって打ちますよね。寝返りって打ちます。多分みんな自然と、腰痛のあなたももちろんそうですし、私も痛くても寝返りって自然と打ってると思います。それがうまくいってないんですね。朝痛いあなたはうまくいってない、寝返りがうまくいってないっていうふうに思ってください。どういうことかっていうと、寝返りにうまいも下手もあるのかっていうことなんですけども、実はあります。寝返りっていうのは、うまくやる寝返りと下手な寝返りっていうのがちょっとあるんですね。寝返りって打たれるとき、一番最初どこから動き出すかなっていうところを考えてみてください。寝返りは、本当のところで言うと、首が先に動きます。こうやって。首が先に動いて、こうやって、ぐるーんと動いていくんですね。首が動いて、ここの、肩甲骨のところが動いて、腕が動いていって、体が動いて、胸が動いて、腰のところがやっと動いて、お尻が上がって、足が動く。上から順番に行くっていうふうに思ってください、正しい寝返りは。正しい寝返りは首から動き出して、順番に、下に動いていくっていうふうに認識、ざっくり認識していただければいいのかなと思います。それが正しい寝返り、首からってことなんですね。首から動くっていうところが正しい寝返りだったりしていきます。なのに、首が硬い人はどこから動き出すのかっていうことなんですけども、首がやっぱり動かないので、なかなか動けないので、お尻とか足を使って下の方からぐるっと体を動かしてしまうんですね。なので首が硬くて、腰が頑張りすぎてしまう、腰が動きすぎてしまうから、朝起きた時にやっぱり痛くなってしまうっていうところがあります。首がなかなか機能していかないので、腰だったりお尻足っていうところが頑張りすぎて、だから朝腰が痛くなってしまうっていうところになってしまいます。朝痛いあなたもおそらくですね、首が結構ガチガチになってるのかなと思います。肩こりとか首こりがある人、そういった方は絶対にね、ここの朝痛いっていうところが起きてしまってるのかなと思います。実際に当院に来られた脊柱管狭窄症って診断されたおばあちゃんもやっぱりね、朝起きたら痛いって言ってたんですね。朝起きたら痛いっておっしゃってました。そこの原因はっていうと、首の硬さ、
首の硬さっていうところがあって、何回か治療していきました。おそらくですね、あの方は結構回数かかったような気がします。7回、8回ぐらいかかったような気がしますが、首のところの動きっていうところがうまくいって、寝返りがスムーズにいくようになってから、朝の痛みっていうところがなくなっていきました。朝の痛みっていうところがなくなっていったんですね。そういった形で、まずですね、朝痛い腰痛のあなたは、自分の首どうなってるかなっていうところ、硬くないかなっていうところをちょっと考えてみてください。もしですね、首に硬さがあるっていうあなたは、前回の動画とかで首のセルフケアのお話していますので、そっちちょっと確認していただいて、自分でケアしてみてはいいのかなと思います。まあ、首って言ってもここだけではなくて、ここの首のところだったり、さらに奥のところ、あと胸周り、肩甲骨っていうところもすごく大事になってきますので、上半身に目を向けていくことが大事なのかなっていうふうに思います。朝の痛みに関しては、首とか肩甲骨に問題があるっていうことです。腰そのものに原因はないっていうところ、ここでもその話が出てくるので、この考え方だけちょっと頭切り替えていただければいいのかなっていうふうに思います。はい、以上ですね。こういった形でちょっとお話ししていきました。そういったところの認識だけ持っていただくだけでも変わっていくと思いますので、ぜひね、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。今日のお話ね、いいなと思ったら、ここにチャンネル登録のボタンとかもありますし、なんかわかんないことがあればご連絡いただければ何でもお答えしていきますので、ご連絡ください。はい、本日は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。